こんにちは、よろじぃです。ですね、今日から本番の作業にちょっとかかりたいと思います。で、今日これからどういう作業をするのかと言いますと、ゆるとあのパオをこれから、作ろうとしてるわけですけども、そのパオの、外側というか、その壁面ですね、壁面が、バームクーヘンの、層のような形になるんですね。で、こう R になっている壁面なんですけども、それを、一つ一つその10ピースに分けたものを、一つのこうまとまった壁体というか壁面にするんですけど、その10分の1の、パーツをこれから作ろうと思います。で、それで、重要になってくるのが、その壁の上の面と下の面ですね。そこがこう R にこう半月状にこうなってるんですけども、それを正確に加工するためにジグを作って、そしてそれのジグ、テンプレートって言いますけど、テンプレートに沿って今度は、ルーター、ハンディールーターですね、手で持ってこう、先っちょに刃物がついてて、それで持ってずっと削るんですけども、それの、ルーターの、加工するその元になるテンプレートをまず作って、そしてそれで正確に、加工したものから今度は壁体を組み立てていくっていうような、作業になります。なかなか口で言ってもちょっとわからないんで、図面をちょっとだけ見ていただいて、どんなものを作るのかっていうのをちょっと、把握してもらって見てもらうと分かりやすいかもしれないです。それではちょっとじゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。ですね、ちょっと画面で説明しますと、これが家の平面図ですね。で、こちらが側面になります。側面というか、壁の一つのピースの、側面になります。で、これが直径がですね、全体が 5.8m、 ミリですと 5800mm ってことになりますね。で、ざっとですけども、この家の、坪数っていうのが大体8坪ぐらい、8坪って言うと本当にちっちゃい小屋ぐらいな感じですけどね。それで、この、壁の壁面の一つのピースですね、それの、側面がこういうような形になります。それで、この壁を上から見るとこういうふうな感じですね。2900mm の 2900R ってことになりますよね。で、それの、形状がこういう形になります。で、今日これからどういうふうにするのかって言いますと、この部分ですね、ちょっと半月っぽくなってるこの部分ですね、この部分を、正確に、ルーターというかトリマーでもって、きれいに加工しまして、これが、型板、型枠というか型の板になりますね。で、テンプレートと言いますけど、そのテンプレートを使ってさらに、2x4 材を、幅はぎしたものに、このテンプレートを乗せて、でテンプレートに沿って、ルーターできれいにカットするってことですよね。で、これなんでこういうふうにするかっていうと、正確に一つ一つをカットして、加工していかないと、円形に10ピース、組み立てた時に、ちゃんとしたきれいな円形にならないってことですよね。正確に作業するっていうことが、これに関して言うと大切な作業になります。
それではまあやってみたいと思います。これが何かと言いますと、ここに先端にトリマーという電動工具がついてます。そしてその電動工具のこちら側ですけども、この部分を支点にして、で先ほどのトリマーで、刃物で削ります。今トリマーで削ったところです。壁の下枠と上枠のリングです。それではこれを使ってこれから組み立てに入ります。
これでやっと壁が一つ出来上がりました。これを10枚作って全部の壁が出来上がります。今日の動画はここで終わりにしますけれど、次の動画もよろしくお願いします。それでは。